道島ホテルでは、大阪府大阪市に、かつて存在したホテル。本校では、1994年に竣工した二代目を、中心に、ホテルを運営、経営していた企業である、道島ホテル株式会社についても記述する。大阪を代表する、繁華街である梅田や、北新地にほど近い、四つ橋筋沿いの、サントリーホールディングス本社隣接地に位置している。 初代開業時、道島という立地を選んだ理由について、大企業が所在するビジネス志向が強い地域性から、地域に根ざしたセールス活動ができる点を挙げている。1984年10月、総工費30億円を投じ、地上12階地下1階建て133の客室と7つの飲食施設を要するホテルとしてオープンした。銅島には、 ベースオーバーがかつて存在し、米は日本人の根底として存在するものという理由で、ロゴマークのモチーフは、実りの秋の象徴、稲穂。客室に装備された160チャンネルの BGM は、歌謡曲などに加え軍歌、使用祭、鳥居の鳴き声 SL 走行音なども用意し、BGM を聴くためだけに宿泊する客もいたという。その後、 4つ橋筋に面した用地を入手して、敷地が拡張できたことに加え、関西国際空港の開港に伴い市場拡大が見込めることから、長期休業の上で改築が行われた。1994年4月26日、改築を終えて、インターナショナル、道島ホテルとして再オープンした。敷地東側が4つ橋筋に面し、歴史的建造物が多く保存されている。 地域性や豊臣秀吉が大阪に今日構えていた厚地、桃山時代はイタリアではルネサンスからバロックへの移行期であったことなどを踏まえ、ルネサンス様式を基本に現代感覚を取り入れた外観デザインとした。水平及び垂直のラインと声援のアーチにより、軽快でありながら陰影のあるファサードデザインとし、柱のスパン割とファサードの中心に生じたズレも、 無理には修正せず、入り口からエントランスホールにかけて、バロック建築の特徴を活かした空間に仕上げた。開業時、ホールにはフランスバカラ製のシャンデリアが吊り下げられていた。さらに、内装だけでなく、外観を含めた全体デザインの調和を目指して、クロスや絨毯だけでなく、レストランや宴会場の皿なども含めて特注品が用いられていた。 改築工事に伴う多額の負債を抱えて、事業主の日本都市計画は1999年に破産。この後、経営母体は変遷を続け、ホテル名も、マークス G ホテル大阪、ホテルアンビエント銅島、銅島ホテルと変わっていった。この間の2006年には、ロフト風の客室など、オーセンティックモダンをテーマに改装されている。2011年には、 本例事業が別会社による運営に移行、八方園の協力で運営面の改善を進めていった。2015年11月、ゴールドマンサックスとウェルスマネジメントがホテルの建物を取得。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにおけるハリー・ポッターエリア開業やインバウンド需要の影響もあり、業績面では持ち直していたものの、 度重なる所有者の変遷が建物の老朽化を進める結果となり経営が難しくなったことから2016年末で建物の賃貸借契約を終了することを決定同年12月27日の宴会を呼びレストラン営業をもって閉館した跡地は外資系ブランドの誘致も視野に宿泊型ホテルが計画され2019年に マリオットインターナショナルと契約を結ぶことを発表。2021年6月28日、アロフト、大阪道島としてオープンした。建物外観には旧ホテルのモチーフが継承されている。ありがとうございます。